るぜ。アンパンマンのアイスキャンディーはいかがですか。あじよアイスちょうだい。くもりいらっしゃい。まずはアイスキャンディーをこの中から選んでください。どれにしようかな。あ、バナナと同じ色だからこれにしよう。くもりん、それはレモン味のアイスだよ。レモン味も好き。じゃあ次はトッピングを選んで。レモンアイスキャンディーはこれだね。ドキンちゃんオレンジはどこだ。あった。アイスにトッピングをかぶせて。お待たせしました、ドキンちゃんオレンジアイスキャンディーです。わー、美味しそう。いただきます。ごちそうさまでした。くもりん、すっかり元気になったね。さんさん、ありがとう。お礼に僕もお手伝いするね。こんにちは。どうしたの？つくも、ノイズにお店にはないアイスを注文されて作れないんだ。それなら粘土で作ったらどうかしら。さすがつくも。難しそうだけどやってみるよ。黄色と白の粘土を混ぜて薄黄色を作るよ。粘土を薄く伸ばしてミント味のアイスにペタッ。あれ、ダダンさんってこんな色だっけ。黄色の粘土を細く伸ばして、緑と白と黒の粘土で目と眉毛と鼻を作るよ。次は何色を使おうかな。オレンジ。オレンジ。ほっぺと口を作って。なんだか可愛くなってるよ。最後に黒い粘土で。あれ、さんさん、それって。お待たせしました、メロンパンナちゃんメロンアイスキャンディーです。ダダンダンじゃない。あ、なんだこれは。俺様はダダンダンのアイスを注文したんだぞ。持ってこい。ごめんなさい、間違えちゃった。じゃあ次は僕が作るね。青の粘土を伸ばしてペタッ。角をつけて。ダダンダンに角。白い粘土を青い粘土の上に貼るよ。キョロキョロの目と意地悪そうな口。赤の粘土で。これなんだと思う。うーん、なんだろう。正解もリボンでした。くもりん、それは。聞いたことねえぞ。バイキンマンとコキンちゃんを混ぜたんだよ。さすがクモリン。早くダダンダンのアイスを持ってこい。僕も間違えちゃった。二人ともダダンダンはこの粘土を使って作るのよ。みんなグッドボタンで応援してあげて。まず白と黒の粘土を混ぜて。灰色だ。伸ばしてペタッ。紫と黒の粘土をペタペタペタ。目は何色で作るの。白と黒、これを順番に。赤、白、黒。赤、白、黒。お待たせしました。ダダンダン、ブルーベリーアイスキャンディーです。やっと出てきたか。どれどれ。お、やればできるじゃねえか。また来てやってもいいぜ。ふぅ、疲れた。たくさん働いたからお腹空いちゃった。さんさん、くもりん、頑張ったご褒美にアンパンマントリプルアイスキャンディーよ。いただきます。今日遊んだおもちゃは楽しくデコっちゃおアンパンマンのアイスキャンディーちょうだい。みんなもアイスキャンディーを可愛くデコってみてね。今日のお絵かき。
ってくれてありがとう。面白いと思ったらグッドボタンを押してね。ポチッ、グッドボタン。僕たちとお友達になってくれる人はこのボタンを押してね。ポチッ、ベルを押すと新しい動画をお届けするよ。使ってほしいおもちゃがあったらコメントで教えてね。これどんな遊びしたっけ。